よう、トミー、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ遠慮なく。ふう、今日も酒がしみるね。結構いける口なのか。どうかな、ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出された身だ。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。まあな。けどどんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になんだろ。おめえの傷は本当にもう塞がったのか。だったらいいんだけどよ。どうなんだろうな、時々古傷がうずくって感じかな。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか。余計なちゃちゃ入れんなって。へへ、割り割り。である晩声かけた子が彼氏持ちでさ、間の悪いことに俺もヘベレケに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ、店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あん時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ。焦んなって、今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の死で服が汚れようがあいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺は無所に送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。今だって幸せでいるかもしれないだろ。はあ、そうだったら俺も最高に嬉しい。確かめようはないんだけどな。そうなのか。それはまたどうして。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか。確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ。もちろん出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から
彼女のものだけが綺麗さっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか、俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって今教わったよ。そういや、確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あん時はすまなかった一番。じゃあ一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。よう一番、ちょっといいか。相談したいことがあんだ。相談？おう、喜んで付き合うぜ。相談ってのはマリーのことでさ、こないだ話したろ。俺が無職送りにされた後、彼女は追い詰められて姿を消した。多分俺に探されたくねえんだろうけどよ、もしあいつがどっかで幸せにしてるんなら俺も嬉しい。それで彼女の友達何人かに久しぶりに連絡を取ってみたんだ。マリーがどうしてるか、何か知ってる人がいたら情報ねえかなってさ。もしかして居所が分かったのか、マリーさんの。結論から言や、まあそうだ。まだ確かな情報ってわけじゃないんだけどな。なんかあんまり嬉しそうじゃないか。マリーさんの居所が分かったのはいいことだろう。ああ、そりゃそうだ。今までは完全に音沙汰なしで無事でいるかどうかも分かんなかったからな。それでも浮かない顔なのはなんでだよ。マリーの友達から聞いた話じゃよ、彼女俺が無所に入った後相当参っててさ、勤めてた会社辞めたの俺も聞いてたんだけど、身近な友達とか知り合いとも距離取ってたらしいんだ。でどうやらハワイからも出てったんじゃないかって噂にもなってた。そっか、だからおめえがマリーさんを探してもすぐ見つからなかったんだな。あ、けど今になってハワイのビーチでマリーを見かけたってやつがいてさ、どうやらその辺に住んでるみてえだ。遠目に見た限りじゃ元気そうにしてたらしい。それでこれからどうすんだ、トミーは。マリーが立ち直ったのは何年も時間が経って俺とのことをすっかり忘れられたからかも。だとすると俺が会いに行ったら迷惑じゃねえのかな。いや、そんなことねえだろ。おまけに俺は無所出てから病の元でろくでもねえことばっかやってたんだぜ。どの面下げてマリーに会いに行きゃいい。それにあいつにはもう新しい彼氏がいたり家庭を持ったりしてるかもしれねえんだ。トミー、こんなこと相談されても困るよな。でも俺はどうしたらいい。おめえが近づいてったらマリーさんの迷惑になるかもしれねえってことだよな。あ、それで迷ってるんだ。悪いな、お前だって立て込んでるのにこんな話。だからよ、思ったことをスパッと言ってくれ。客観的に見てどうよ、俺はマリーに会いに行ったりしてもいいのか。正しい答えなんて分からねえ。
俺から客観的に見たってそうだよ。まあそうなんだろうけど、だから大事なのは、例えば10年20年経ってその時トミーが後悔しないようにすることだ。確かにおめえが彼女に会いに行くことで迷惑になっちまうかもしれねえ。だけどよ。ん？そいつは彼女が幸せでいるかちゃんとその目で見届けてからの話なんじゃねえか。もし彼女が困っていたり助けが必要な状況だったら、それを見過ごすわけにはいかねえだろう。うん、そりゃもちろん。なんだったら俺がおめえの代わりにマリーさんの様子を見に行ったっていい。ただこのまま彼女のことをやり過ごして何年後かにおめえが後悔するようなことにはなってほしくねえ。一番お前出過ぎたことを言ったかもな。何言ってんだ、俺から頼んだことじゃねえか。ありがとな、おかげで背中を押してもらえたよ。おう、そうだよな。まだ今分かってるのはマリーらしき人がハワイにいるってことだけだ。あいつがどうしてるのか、困ったりしてねえか、とりあえずそこまでは確かめねえと。達者でやってるといいな、マリーさん。そうだな。その場合もう俺の出る幕はねえけど、あいつが幸せでいりゃそれが何よりだ。はあ、大人だなトミーは。なんでお前が落ち込んでんだよ。いや、偉そうなこと言ってあれだけどよ、実は俺の方も煮切らなくってさ、プロポーズした子がいるんだけどよ、その後ずっと返事をしてもらえなくてよ。おいおい、そんなお前にアドバイスされた俺の身にもなれよ。やっぱそう思った。よかったら俺のアドバイスいるか。どうかな。トミーがマリーさんの幸せを見届けたら聞くとするよ。まったく、最後に締まらねえ話になっちまったな。ねえ、こういう時は飲んで酔っちまうに限るだな。よ、トミー、どうした、なんか浮かねえ顔だな。そうか、やっぱあれか、顔に出ちまうか。まあ詳しく聞かせてくれや、相談なら乗るぜ。大体察しはついてるだろうけどよ、マリーを見つけたんだ。おう、ついに。マリー見たっていうビーチに行ったら偶然な。昔はどんだけ探しても見つからなかったのに。やっぱり噂通りしばらくハワイを出てたんだろうな。遠目に見ただけだけど間違いなくマリーだった。じゃあ声はかけなかったのか。かけられねえよ、マリーの隣には新しい彼氏がいたからな。そうか、どんな様子だったんだマリーさん。あくまでも遠目に見ただけの印象だけどな、二人すげえ仲良さそうだった。誰が見たって恋人以上に見えたろ。手つないでお互いを見つめ合って。それはつまり幸せそうだったってことか。いや、まあでも俺と暮らしてた頃はもっと幸せそうにしてたんじゃねえかな。遠目に見ただけじゃまだ分からねえぞ、本当にマリーさんが幸せなのかな。そうだよな。はあ、結論出すのは早いと思うぜ。やっぱりな、一番お前ならそう言ってくれると思ったんだ。それにしてももう少し近寄れなかったのか、本当に遠目に見ただけで引き上げちまったのかよ。だってよ、もしも新しい彼氏とうまくいってんなら
俺は邪魔者でしかねえんだぞ。なのにこっそり近づいてってバレたりしたら、マリの新しい恋を台無しにしちまう。確かにな。じゃあよかったら俺が代わりに確かめに行くか。お前が？さりげなく二人に近づいて二人の雰囲気を探ってみる。お前にそんなもんわかるのか。まあそばでしばらく見てりゃ大体の見当はつくんじゃねえか。いや、そもそもお前だって空気読めずにプロポーズ失敗した男だしな。うっ、まあそんなことよりマリーさんのことだ。新しい彼氏ってのはどんなだったよ。年は40代かな。金は持ってる風で清潔感あったな。なるほど。他には？体格は普通というよりは線が細いタイプで、腕っぷしより頭が良さそう。あと優しそうだった。それに対するマリーさんの様子は？すげえ幸せそうって感じだった。そっか。あれ？おかしいな。それじゃもうあいつにとって俺はお呼びじゃねえってことか。そう結論を急ぐなよトミー。大体おめえはこのままにしておけるのか。え？正直俺はマリーさんのこと顔も知らねえけどよ、ここまで来たら俺だって彼女の幸せをちゃんと確認して、俺がそう思うくらいだ。おめえの気持ちはわざわざ言うまでもねえだろ。一番、じゃあお前俺にどうしろってんだよ。まずはマリーさんの彼氏を徹底的に調べるのはどうだ。名前、職業、性格に家族、彼女を幸せにできる男かどうか、せめて悪いやつじゃねえかはっきりするまで調べるんだ。身辺調査ってことか。なんかできることがありゃ俺も協力する。遠慮することはねえ、何でも言ってくれ。話聞いてくれてありがとな一番。実際それだけでもだいぶ救われてんだ俺。何言ってんだよ、話聞くくらい何でもねえ。ダチじゃねえかよ。まだどうするか決めてねえけど、マリの件このままじゃ終われねえってことは分かった。俺が困ったり迷ったりした時に助けてくれるダチがいるってこともな。乾杯した方が良さそうだな。ああなんでお前相手だとこんなにペラペラ話せしまうのかな。しみるな。よ、トミー。ああ、ちょっと付き合ってくれよ。聞いてほしい話があってさ。の？どうした？いい話の気配がするぜ。とにかく座れよ。実はちょっと急展開があってさ。いいが、驚かないで聞けよ。もったいぶるじゃねえか。マリーの彼氏と差しで話してきたんだよ俺。で、彼女とのことをいろいろ聞き出してきた。え？それはまたどうやって？まずマリーの友達を捕まえてよ、彼氏の素性を聞き込んだんだ。名前は近藤さんっつって大学教授だった。海洋なんとかっつって、早い話が海の専門家らしい。年齢の割にもうその筋じゃ有名で稼ぎもある。テレビに出たこともあるってよ。おお、なかなか頼もしい肩書きだな。なんだよ、お前らしくねえぞ。男の良し悪しは仕事や肩書きだけで決まるもんじゃねえ。まあそりゃそうか。
だから俺は近藤が一人になるのを待って直接話しかけてみたわけよ。ただし偽名を使ってな。ちょうど向こうもハワイに慣れてなくて道に迷ってる風だったこともある。いつの間にそんなことやってたんだ。奴がどんな男かマリーのためにどうしても確かめる必要があったんだよ。じゃあそれで何も知らないふりしてその近藤さんと話し込んできたってわけか。なんか脇の雨男でよ、一杯おごるって言ったら嬉しそうに何の疑いもなくついてきやがった。やるもんだな、トミー。大した仕事っぷりだぜ。そうだろ。まあ俺もマリーの彼氏と仲良く飲むのはさすがに神経すり減らしたぜ。けどその会話あったんだろ。それで近藤さんとの話はどんなだったんだよ。あ、さっき言ったけど俺は偽名使ってさ、マリーと同じ大学にいたトーマスって設定だ。話の流れでさりげなく出身大学を聞かせたら、早速実は僕の彼女も同じ大学なんだよと来た。なるほどな。その流れでマリーさんの話を聞き出そうとしたわけか。あ、近藤とマリーが知り合ったのは彼女が昇進してハワイを出た後、観光客相手の仕事を転々とした先で海を調査中の近藤と出会ったらしい。そういやマリーは海とか魚が好きだったんだよ。まああいつらしい出会い方だ。でいろいろあって先に惚れたのは近藤。1年付き合って最近婚約まで行ったらしい。結局のところ俺は近藤としばらく話したが目立ったあらはなかった。学者って割にはなんか細そうだし能天気すぎる気もしたしな。もっと致命的におかしなとこがありゃ適当に喧嘩でもふっかけてボコってやろうとまで思ってた。おいおいよせって。けどよ、その時気がついたんだ。近藤相手に俺がバカやって傷つくのは他でもねマリーだ。そもそも客観的に見りゃ俺は前科持ちでこの間まで病の使いっぱしりだったじゃねえか。大学で学士やってる近藤と俺とじゃ比べるまでもね。もう俺にできるのはおとなしく身を引くことだけ。遠くからマリーの幸せ願うくらいは見逃してもらうさ。遠くからってマリーさんたちはすぐ近くにいるんだろ。ハワイに住んでんだから。いや、ところがそうじゃねえんだよ。え？二人はもう何日かしたらハワイを立って本格的によそへ移るそうだ。もう今度こそ俺とマリーが会うことはねえだろ。マジかよ。近藤がマリーから聞いた話じゃよ、彼女にとってこの島は辛い記憶を思い出さずにはいられないんだってさ。あの鈍い近藤には何のことか分かんなかったようだが俺は知っている。マリーは幸せになるはずだった人生を突然壊されて俺に別れを告げる気力さえなくして姿消したんだ。忘れられるもんなら忘れた方がいい。それであいつが上向いて幸せになれるならよ。だから俺はもうあいつの前には出てっちゃいけねえんだ。トミー、泣きたきゃ遠慮せず泣いていいんだぜ。よせ、泣くかよバカ野郎。いい大人がみっともね。そうか。そんなところもおめえらしいよ。おかげさまでこれで全部お前にぶちまけた。俺も踏ん切りをつける。あとはそうだな、マリーと近藤がハワイにいる間ばったり出くわさねえようにしねえと。そっか、なるほどな。そりゃ確かに。ま、ばったり鉢合わせたら人違いだと言い張りゃいい。俺は気のいいトーマスさんを演じ通すぜ。そんな場面が来ないように祈るよ。もし来たら俺はどんな顔してりゃいいかわからねえ。
そいつは見物だ。乾杯して祝おうか、トミ。マリーさんが幸せになりますようにってな。ああ、そいつは応じないわけにはいかね。世界のどこかでマリーが幸せでいると思えば、俺の人生も報われるってもんだ。よ、トミー。ああ、一人で飲んでたのか。俺もいいよな。もちろんだ。おめえが来るのを待ってたんだからよ。その後は特に変わりねえのか。さあな、俺はもうマリア近藤に近づいたりする気はねえからよ。そっか。トーマス。いや、トーマス、僕だよ。ん？トーマスって？やべ、近藤だ。近藤ってマリーさんの？いいか一番、俺はあいつの前じゃトーマスってことになってるからな。お、そっか。トーマス、こんなところで会えるなんて。いや、今店の前を通ったら君が見えてさ。こちらはお友達？ああ、俺はその、そう、トーマスのお友達で春日ってんだ。近藤と言います。トーマスにはこの間一杯ごちそうになっちゃって。だからさ、トーマス、今日は僕がここでおごるよ。いいよね？ご注文はどうしましょうね、トーマス。そうだな、トーマス、どうすんだ。遠慮はいらないよ、トーマス。そんなトーマス、トーマス言うなって。いや、すまねえ近藤さん、今取り込んでてさ。また今度にしような。そう、あ、じゃあそうだ、連絡先教えてもらえる？前に話した僕のマリーにもぜひ会ってほしいし、僕はさ、慣れないハワイで優しく声をかけてくれた君にすごく感謝してるんだよ。ああ、それは嬉しいんだけど、俺の連絡先はその、ちょっとな。あれ、どうかした、トーマス。僕、何か気に障ることでも言ったかな。悪い、今度、とにかくここを出ようか。外で話そう。え、なんで？とにかくここはちょっと周りの目が気になる。それもそうだな。あいた、ちょっとどこ見てるんだ君たち。は？ Fuck you say to me。 あーっと、待った待った、今のは近藤が悪かった。すまない、勘弁してくれ。なんで？そりゃないだろ、トーマス。今の見てなかった？多分彼らをわざとぶつかってきたんだ。どうせすぐ因縁つけて金を出せって言ってくるよ。おい、よせ、向こうさん怒ってるぞ。大丈夫、これでも僕は空手の有段者でね、腕には覚えがあるんだ。せい！やめろって、あんたもうすぐ結婚するんだぞ。ここでバカな真似したらまたマリーが傷ついちまうだろうが。また傷つくって。 Cuz all three of you need to shut the hell up, and this guy needs to apologize. Let's get that wallet out, jerk off. My patience is only getting more expensive. わかった、金だな。待てろ、今出すから。ダメだって、トーマス。そんなこと君にさせられない。I'm about to take your head off too, bro. あんたは関わるな、近藤さん。さっきトミーが言ってたの聞いたろ。ん？トミーって。なことはどうでもいい。とにかく、あんた下がったろ。絶対に手を出すな。よう、お前ら。そっちの空手男は俺の手下なんでな。文句があるなら俺に言え。トーマス、あんたは行け、近藤。もう俺にも構うな。でもこうなったのは僕のせいなのに。マリーにトーマスがよろしく言ってたと伝えてくれや。こっちは俺らが引き受けだぜ、近藤さん。
No more jowling assholes. Time to make you bleed. You're in for a world of hurt. さっさと始めようぜ。へえ、こいつらには悪いことしたな。おいお前ら、もうおとなしくしてろよ。さもなきゃこっちはまだまだいけんぞ。さっきの空手男にも手を出すんじゃねえぞ。分かったのか。近藤さん、もう行け。この乱闘騒ぎとあんたは無関係だった。いいな。トーマス、俺はあんたが思ってるようなやつじゃない。少し前まではヤクザやってたんだ。だからこれ以上お互いに踏み込むのよ。そう、俺の連絡先も教えるわけにはいかねえ。そんな。ただ虫がいいようだがよ、最後に一つだけ言わせてくれ。え？いいか近藤さん、あんたがバカな真似すればマリが傷つくことになる。例えばさっきあんたが迂闊に喧嘩なんかしたら、勝っても負けてもいいことは何もねえ。取り返しのつかねえ怪我を負ったり負わせたり、警察の厄介になって仕事も失ってたかもしんねえ。もうあんたの人生は自分一人のもんじゃねえんだ。あんたの隣にいる人のことを考えてやってくれ。頼む。はい、わかりました。ありがとな。なんだか巻き込んで悪かったな。一番さあ行くか。おう。僕はマリーのことをきっとあなたと同じぐらい大事に思っています。正直言って、あなたがそこまでマリーのことを気遣ってくれていたなんて想像以上でした。トーマス、いえ富澤さん。なんで名前を。どういうことなんだ。こちらの皆さんは僕が雇ったんです。店の前でばったりぶつかったのはそういう打ち合わせだったんです。ありがとう、皆さんのおかげで助かりました。お礼はまた後ほど。Sure thing, Mr. Kondo. These guys were no joke, though. Kondo, あんたは一体。申し訳ありません。僕はあなたを試してたんです、富澤さん。初めて会った時のこと覚えてます？僕が道に迷っていたところを声かけてくれましたよね。ああ。あなたは自分から僕に声をかけたつもりでしょうが、実は僕が声をかけやすいようにしてたんです。あの時点ですでにあなたのことは調べていました。マリーの恋人だった方で、無実の罪で刑務所へ入れられていたことも全部。なんだと。マリーはハワイに心残りがあると言っていました。もちろんあなたとのことです、富澤さん。最後にお別れを言わないわけにはいかないと。じゃあマリーは俺があんたと会ったことを知ってるのか。ええ、あなたと一目会って区切りをつけたいという彼女の思いを無限にはしたくない。ただ僕はあなたが出所した後、病というヤクザの部下になったことも掴んでいました。だから悩みましたよ。愛するマリーの願いは叶えたいが、あなたと出会うことでかえって辛い思いをするかもしれない。それでさっきの連中をけしかけたのか。トミーがどんな奴かを試すために。はい、それについては詫びるほかありません。ですが僕はマリーを傷つけたくなかった。俺だって偽名使ってあんたに近づいたんだ。騙そうとしたのはお互い様だ。それで近藤さんよ、あんたの目にトミーはどう映ったんだ。富澤さんから見て僕は好ましい人間じゃなかったはずです。自分のいない間に恋人を奪った男なわけですから。にもかかわらず富澤さんは僕をトラブルに巻き込む前と身を挺して喧嘩から遠ざけようとしてくれた。マリーを守るために。改めて富澤さん、あなたを試すような真似をして申し訳ありませんでした。あなたは立派な方です。あの人はマリー。ああ俺たちはちょいと外すか。
近藤さん。ええ。よ、隣いいか、一番。ああ、マリーさんとはきっちりお別れを言えたのか。まあな、近藤のやつは俺が思ったよりずっと頼もしい男なんだとさ。そっか。何より彼女幸せだってよ。一番聞きたかった言葉だ。だな。お前のおかげだよ、一番。また今回もいろいろ助けてもらったな。またってなんだよ。お前と出会ったおかげで俺は病んとこから抜けると決めた。で、それがあったからマリーとまた会えた。最後のチャンスを逃さずに済んだ。持ち上げすぎだよ。言葉で何言ったとこで感謝しきれるもんじゃねえ。だから好きなだけ飲んでくれ。俺のおごりだ。俺はもうおめえの懐具合だってよく知ってんだ。だから一杯だけおごられることにするよ。好きにすりゃいいさ。マスター、いいかい、この店で一番高い酒を一杯。ええ、お待ちを。いいか、トミ。なめんな、当たり前だろ。あ、それ俺もだ、マスター。2杯頼むよ。豪気だね。高い酒ってのはこういう時に飲むもんだ。本当にありがとうな、一番。これからもよろしく頼むぜ。おう。